する、やばい。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。おはようございます。うー、鼻ムズムズするね、本当に。ね、今日何？6日目ほとんど。発見してね、昨日ちょっと寝る前に見ててんけどさ、残り5ステって書いてたのかな、東京公演。そう、もうあと5回しかないんだと思って、東京公演悲しくなった。ね、だって2公演の日とかもあるからね。って考えたら、え、ほんまに？って思ったけど、そうなのかと思って。そう、びっくりだわ。それはとっても、うー、今日寒いって昨日噂で聞いたから、今日パーカー着たけど、めっちゃやって、めっちゃ寒いの。私パーカーだけで行こうと思ってたけど、上着着た方がいい、これやばい？あ、上着必要やった。マジそんな寒いの？え、雨は？全部聞く。雨も？冬並みってマジ？降ってるってマジかよ。なんで？なんで寒くなったの？トムさん、なんでこんな今日寒いんですか？来てるのか。あ、なんか昨日もその反応した気がする、キャストの方と話して、おせっと、はあ、むずむずするね、鼻が。雨なのにどうしてですか、台風か。
何事もなく過ぎ去ってほしいけど。よし、こんなもんかしらね。あー、鼻ムズムズする。今が13度でこれからまだ下がるらしいのよって。マジやばいね。お、今日の街に見に行く予定。お、待ってます。気をつけてきてね、今日寒いから。オンライン授業中ですって。おー、大西はそのオンライン授業っていうのをさ、体験したことないからさ、あれやねんけど、すごいね、携帯見れるもんなんだね。頑張ってね。お家で授業受けるって大変そうじゃない？なんか楽そうに思えるやん、お家やでみたいな。でも家でさ授業受けるってめっちゃ大変ちゃう？大西多分集中力続かへんもん。誘惑がありすぎて、お家には。だってテレビもあるじゃん、ご飯もあるじゃん、ベッドもあるじゃん。ねえ、授業中なので耳だけ聞きますよって。あ、お、みんな授業中、あれ、お、みんな大丈夫そう？それみんな授業受けてる？大丈夫それ？あれ、がっつり仕事中、あれ、みんな、あれ、サボっている？もしかして。いや、別にサボってるとは私は思ってはないねんけど、あれ、大丈夫そう？切り替えが大切よやった。お、一番後ろの席なので、あれ。仕事中にパワーチャージしてるんよ。あれ、それならええな、それにしよう。そうやな、みんな授業中とかお仕事中にチャージしてくれてんやな、この配信でな。それはダメなことじゃない、無駄なことじゃない、そう言い聞かせよう。うん、大事よ、モチベは大事よ。待ってね、そっか、今日は普通に平日か。ね、木曜なんやでって。マジ木曜なの今日。ちー、あ、もうやだ。なんで雨なのに今日こんな感じなの？はい。アレグラのも
私花粉症って花粉症ムズムズする。部屋にたっぷり花粉持ち込んでるんじゃん。でも必要以上に窓とか開けてないし、服は部屋で干してるからさ、部屋っていうかお風呂で花粉全然取り込んでないと思うのにな。寒いのに花粉なんでね、本当なんでねえ、やめてよ。チーズ食べると鼻詰まりマシになるよ。そうなの？これ何の知識？でも四国系のチーズは好きじゃないから無理か。お、授業戻りました。お、頑張れ、応援してるよ。フラクトオリゴ糖ってやつが花粉症に効果絶大よって。フラクトオリゴ糖、フラグドフラグドオリゴ糖あれね、オッケー、フラクトオリゴ糖ね、それ有名よね。まあじゃあちょっともしも今日はフラグとオリゴ糖を取ってから劇場に行こうかな。効果ありますよってね。ルイボスティー知ってる、知ってるっていうか、そう、私ルイボスティーね一番好きなお茶なんですよ。そう、基本的に大西飲み物の中でお茶がめっちゃ好きなんですけど、そう、紅茶とかも入れてね。そう、最近飲んでるって、飲んでる。なんかさ、コンビニとかでさ売ってるとこあるやん。でも売ってないとことかもあるやん、ルイボスティー。でそう、売ってるとこ買って、劇場入る前にそう買って、 それ飲んでからよし頑張ろうって言って。紅茶派ですか？同じですって。同じ？イエーイ。もしコーヒーとかよりね、そう紅茶の方が好きなの。目の調子悪いね。なんでこんな腫れちゃったんだろう。コーヒー派ですって。でもコーヒー派ってかっこいいよね。なんかそういうさ、なんていうの、みんなで言うオフィスとかさ、なんかそういう場所って大体さ、コーヒーとかがさ置かれてるとこが多いのよ。そう、もうポットでコーヒーが出るようになっててみたいな。 MV 撮影の時さ、なんかそういうのがあって、そう、これが全部紅茶やったらいいのになって思いながら見てた。そう、でも紅茶も隣でこう自分で作ってやるやつがあったから、自分で作ってやる。アイスコーヒーでって言ってみたい。そう、飲めないことはないですよね、コーヒーって。そう、ブラックコーヒーとかも飲めるのよ、西。そう、飲めるようになってんねんけど、でも好きで飲めって言われたら違うってなる。それブラック飲んだ時はなんか新しいことをなんか始めたいって急に駅のホームで思って、その時そうで自販機行って、おブラックコーヒーだ、
飲んでみようと思って、飲んだら飲めたから、そう飲めるっちゃ飲めんねんけど、って感じかな。そうちょっと縦にするよ。43分か。そうね、そろそろ出ようかしら。走らんでいいんで、今出たら走らんでいい今出たらちょっと余裕を持って出れる。まだちょっとカバンの中とか準備できてないから、ちょっとそれやっていくわ。よし、じゃあランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が、挨拶始めましたさん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位がつばさアットマーク再販支払い本日中までさん、ありがとうございます。イエイ。お願いします。そして7位が大粒ちゃんアットマーク今日誕生日でした、ありがとうございます。イエイ。おめでとう、おめでとうございます。イエイ。そして8位が MM ルールズアットマーク四日市の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が大西かきアットマーク大西軍アットマークネモース今夜&おどんろん町そば楽しんでさん、ありがとうございます。イエイ。やばい、変わったな、おにし見たよ今の。もう一回いくね。1位ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がコバアットマークおにしよしさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が挨拶始めましたさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がつばさアットマーク再販支払い、あ消えてたわ。7位つばささん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が大粒ちゃんアットマーク今日誕生日ですさん、ありがとうございます。イエイ。ハッピーバースデー。そして9位が MM ルールズアットマーク四日市の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が大西かきアットマーク大西軍アットマークネモス今夜&おどんろ見れるの感謝ですさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位があるさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がたけちゃんアットマーク大西軍さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということでですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日もやばい、鼻やばいね。本日もおどんろ2公演頑張ってきます。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきます。じゃあね、みんなも頑張ってね。バイバーイ。ありがとうございました。またね、バイバーイ。